曜の夜9時。はい、こんばんは皆さん。奈良の今を伝えるインターネット放送、ディアーズ奈良チャンネル、水曜日の夜9時、ビヨンワールドの、お時間が始まりました。皆さんこんばんは。じゃあちょっと、行きながらなんですけど座りますので。はい、先週はですね、あの記念すべき第1回目の放送で、ゲストの方をですね最後あの本日のゲストはあの誰々でした、まあ案内するのをですねもう完全にほったらかした状態で最後エンディングを迎えたんですけども、で、第1回目の、その記念すべき第1回目の、ゲストは、天のジャックデザインの、三原健二さんでした。どうも先週はすみませんでした。そんな三原さん、というとあれなんですけども、天のジャックデザインのですね、鹿のキャラクター、ロクちゃんという、すごくかわいいあの鹿のキャラクターをやっておられるんですけども、そのロクちゃんの、個展がですね、明日から、JR 奈良駅の、1階になると思うんですけども、奈良インザボックスというところで明日から5月いっぱいでロクちゃんの個展やってますので、よかったら皆さんぜひ行っていただけたらなと思います。水曜日が定休日になってますのでご注意ください。はい、そしたら今日はですねもうこれ私一人では全然場が持たないので早速なんですけれども音声は大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。早速なんですけど今日の、記念すべきというか、第2回目の、スペシャルゲスト、お呼びしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、では奈良を代表するピアニスト、あっこちゃんこと榊原明子さんです。どうぞ。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。ちょっとめっちゃ緊張してるんですけど。緊張してますか？緊張しますよ。緊張しますよ。普通の普段の喋りで。いきなり曲を流しちゃったんですけど、はい、これは、私が作った曲で、湯の花に月を見るという曲です。ね、これなんか奈良って感じ。Thank you.
はもう本当にあの、ってあんまり考えてないんですけど、あのいろいろこう 歌ったりとかね、ちょっと曲作ったりとかね、まあこのビヨンワールドの番組で歌ってるように、うん、あの番組内でテーマソング作ったりとか、即興でっていう、はい、いいですね、書いてあるそれをそれを先週は、はい、あの一応あの三原健二の歌っていうのを、はい、即興で作ったんですか。どんな歌だったんですか。あ、もう どんな歌もう歌えない、ね、音楽は水物ですから ね、もうね、なかなか私も記憶できないから、自分でもちょっとひどすぎたなと愛する三原さんなのにまあね、あの、はい、そうそう、アコちゃん、そうですね、なんか、まあ、で出会いの話とかあの、はい、していいですか。あ、いいですよ。とかなんか CD かけましたけどこのまたあの無音になって、あの放送事故と、もう漏れてしまうと、じゃあ先週はもうずっと放送事故だったちょっと静かめな曲を、これは、あ、これはね、はい、私が今住んでるのは奈良山っていうところなんですけど、うん、はい、もう題名そのままに奈良山っていう曲です。奈良山、はい、平城山と書いて奈良山、あの万葉集にも歌われた土地なんですけど、うん、はい、なんかこう奈良の古きいびきを感じてもらえたらなと思って作った曲です。これ前ライブでも弾いてもらった、はい、あ、弾いてましたね、はい、即興も混じるところもあったりなんですけど、出会いの、あ、出会い、あ、はい、まあ、出会い、あ、その前に、はい、じゃちょっと簡単なプロフィール、あ、はい、まあ、すごい、ね、よくある音楽教室とかでこうワンワン先生が弾いてこの音何とか、そんなのに通ってたんですけど、もうその頃からすごい音感がよくって、どの音弾いても大体わかるっていう感じで、もうやっぱり音楽大好きで、ピアノが大好きで、もうずっと弾きたいっていうのを小さい頃から言ってたみたいで、で小学校入ってから始めた感じですね。ちょっと普通のクラシックのピアニストだったら始めておられるからだいぶ遅いんですけど、うん、でもそれでも絶対音楽あったんですね。すごい ね、まあ、両親が音楽好きだったのでいろいろ聴いてたからかもしれないんですけど、うんうん、でずっ と, ずっともうそれからだから、ね、それからそうですね、うん、10年計算できませんが20年そうですね、ちょっと特徴的なのは多分和楽器奏者の方と一緒に演奏するのは、
ピアニストはなかなか少ないかなと思うんですけど、うん、なんかまあ、奈良に住んでたのもあるのか、うん、その周りにこうおられた、うん、先輩方が良かったのか、すごい歴史とかその奈良のこととか、うん、日本の伝統とか、うん、そういうものにすごくもう学生時代から興味があって、でなんかお能を見に行ったりとか狂言見に行ったりとか、はいはい、あとは、まあ、雅楽も好きでしたし、うん、もうとなんか学生時代とかは本当にこうアートも好きだったので、うん、美術関係のその美術館巡りをしたりとか、うんうん、でまあ、そこの延長で学芸員の資格を取ったり、なんかこういろんなこと、まあ、奈良の観光に携わる仕事もしてみたいなと思ったりとか、写真美術館 の, 美術学芸員さんになりたいなとか思ったり、でもピアノはずっと続けたくてプロになりたくて、でまあいろんなこう経験を積んでいった中で、やっぱりなんかこう日本人としてのアイデンティティというものをすごく大事にしたいという気持ちがあって、うん、からすごいその日本の伝統音楽の間とか、うん、そういうものをこう体で吸収していってたみたいで、うんうんうん、で和楽器の奏者の方、まあ、特に私をこうこの世界に引き入れてくれたのが、うん、雅楽の流笛奏者の出口光礼さんなんですけど、うんうん、はい、だったり、あとは小野林さんだったり、それから小鼓のお能の方の小鼓の、うん、久田俊一郎先生だったり、最近では尺八の山口誠吾さんだったり、はい、もういろんなそういう和楽器奏者の方と、うんうん、コラボレーションを、はい、やってますね。ねえ、そんな、あっこちゃん、なんだっけ、なんか海外も行きましたね。はいはい、どこやったっけ、ウクライナに、ウクライナ、はい、ちょっとね、メジャーじゃないかもしれないんですけど、はい、でそこで何て言われてたんですか。言うんですか、私言うんですか。私言うんです。養成ピアニストって言われました、うん、あ、養成ピアニスト、はい、日本から来た養成ピアニスト。あ、日本から来た、はい、あ、なるほど、すごい。僕は奈良の養成って言われてるのね、もやもやですしね。いやいや、その三原さんと朝、はいはい、写真撮りに奈良公園とか行ってる時に、こうこの木のとこからこう顔をピュッと出した写真とかを見て、奈良の妖精や。まあ多分もうキャラがもう妖精なんですね。おはさんね、こう謎なところもありますもんね。いや、ね、一応 今の振りは、はい、これを言いたい、はい、そうだったよ。振りにされちゃった、うん。まあ、多分誰も笑ってないねえ、うん、日本から来た、はい、養成ピアニストなんて言われちゃって、ね、そんな海外でもね活躍されてる榊原明子さんなんですけど、あれ CD、 あ CD、 あ、止まっちゃった。あ、そっか、なんかとにかく場がこれ、なんかまた別の曲かけましょうか。あ、もう別の曲を、じゃあ、はい、今日は全くなんやろ、先週は本当に何人やったかな、んか5、6人ね、はい、たま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 なんか見に来てくれたと思う。今日は今日はなんか今日はすっきりとした空模様ですね。今日寒かったですね。ねえ、ちょっと今日ねえ風が、うん、よく考えたらね、うん、5月ですよね。5月で、うん、世間はゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークはなんかどっか行くのかな。あ、全然もう普段と変わらず、なんやかやと、なんやかんや、はい、そう、ね、あれ流れてる。あ、まだです。あ、まだ。ちょっとね、今日はね CD 忘れちゃったので、あ、携帯から出してるので時間がかかっちゃってますが、
なんか流れてますか？まだです。ちょっとお待ちくださいね。かわいいですね、これ。これおはさんのピック、リラックマ。リラックマ多分誰もわかんない。あ、流れ出した。これは、あ、これは、私がこの世界に入ってくるきっかけになった曲で、はい、CD っていう形になって日本全国で発売された最初の曲なんですけど、うん、スターチャイルドっていう曲で、あ、これ、はい、人の曲言うの忘れてた。あの、はい、なんか規制の曲流した。あ、流した、うん、私の曲です。あ、そうなの、びっくりした。あ、でも、あ、そう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 、あかんわ、あかんわ、あかんわ、あ、じゃあやめとこう。まあ、なんかちょっとぐらい多分そうそうそう、あ、そっかそっか。あ、これはじゃあ、あれやね。ん、まあまあいいよ。そうですね、オリジナルですね。じゃあ、じゃあ、もう、じゃあまた歌の曲、あれ、うん、歌の曲、またちょっと時間かかります。あ、またちょっと時間、はい、そのうちかかります、はい、じゃあまあちょっとアッコちゃんとの、まあ、出会いって誰も誰も聞きたないわっていう話があるかもわからんけどなんかほんまにね、ひょんな、そうですね、ひょんな出会いというか、まあこれ前、前に初めて一緒にライブをやらせてもらった時にも言ってたんですけど、奈良の餅戸の商店街のとこからちょっと津梅小学校っていうところにちょっと、うん、向かうちょうど角じゃないか、ジャンゴレコード、あ、ジャンゴレコードさん、はい、レコード屋さんがあって、うん、そこでなんか CD とかレコードとかいろいろ見てたら、お店のご主人が、あ、これ奈良のピアニストの方ですよって教えてくれて、あ、で、榊原明子さんって言うんですって言って、その CD を見てて、で、その時は買わないかって言うけど、で、なんか、あ、奈良のピアニストの人かって、もなんかそれだけで、で、次の日か翌日ぐらいに、なんか僕がTwitterでこうつぶやいた、ただ一つだけ、なんかなんかね、始まりのための終わりか、なんかそんななんかあったんやろうなっていうつぶやきが、つぶやいたらなんかね、それにファンが返信して。もそんなに、ね、変身する方じゃないんですけど、うん、なんかパッと見つけて、このちょうどタイミングよく、その頃さよならからっていう歌があって、うん、なんかさよならから始まることもあるんだよっていう歌詞があって、うん、あ、ほんまそんな状況なんやなと思って、まあそんな状況やったまあ、だいたい知ってる人というか想像が読むかせなんだけど、まあ、ね、なんか応援したことしたんですよで、それだから本名でやってね、あ、本名で、うん、やってますね、はい、だからそれで名前、と思って会ったこともないしついなんか昨日こうととに奈良のピアニストの人っていう頭しかなくて、そんな人から突然とか思って、ね、多分 Facebook とかでつながって、はい、
れ多分2月だったんですけど、でその後一月ぐらいしてからかな、あ、そうですね、秋篠ホール堂で一人でのコンサートですね、3月ぐらい、一応見てないんですけど、うん、でなんかすごい、ね、せっかくそのその笑い声さ、高さないね、うんうん、あれで、ね、うん、あの演奏あるっていうことを思って、で、うん、そうですね、でその時は雅楽の小野林さん と、はい、流笛の石山さんがいてなかったかな、はい、たいてなかったあ、ほらいたかな、の3人での演奏でしたっけ、かな、でその小野ね、はい、林くんが大橋さんの大学の後輩やったんですよね、しかも同じゼミのすごい短いな、同じゼミなんですか、あ、そっか、はい、山崎くん、あ、すごいつながりで、なんかどっかで見たことあるなと思って、と思ってね、なんかすごい狭いな、狭いですね、うん、卒業してからつながってくるところがね、またね、うん、そうそうそう、面白いですね、人生って、ね、なんかそんな、そんな出会いでね、1年まだちょっとぐらい、うん、なんかそれからいろいろあの、あそこの二月堂の、隣のというか、たむき山、たむき山八幡宮さんとかでもね、うん、あのそんな今の小野林くんとかとか楽曲とかね、うん、演奏だけ聞きに来てくださって、あの夏の暑い時に、うんね、ずっとまあ、ね、僕も一応音楽で一応言ってこないと音楽やってるんで、まあ電子音楽とかコンピューターとかって作ったりとかしてるんで、まあ、ね、そういうコラボがあんまり、あんまりというか、ね、電子音楽というかやったことなかったんで、多分見たことはあるんですけど、電子音楽ってすごく幅が広くなっちゃうもんね、あれなんですけど、いつか一緒にね、やりたいとずっと言ってたけど、なかなかね、忙しい、で、ちょうど去年もう一人、山崎明君っていう、僕のその、まあ、はその林君と同じ同級生っていう、あの林さんとも仲良しだったっていう山崎明君っていう彼と、3人で、まあ、僕のビヨンワールドの、あのビヨンとワールドの間に、まあ、3人でやるってことで3っていう風に名前をつけて、ビヨン3ワールドという、ライブをやりまして、はい、あれ良かったです ね、自分で言うのもないですけどお客さんどう思ってはったか分からへんけど、ね、いやいや、で30人がもう本当、まあね、店員なんですけど、30ね、ちょっとオーバーしたぐらいで、まあ、なんか見に来ていただいて、すごくお客さんにもなんかこうね、 あったかくこう ね迎えていただいたのもあるし、なんかこう3人のそのそれぞれの空気感がすっごくよくって、うんうん、私もすごい刺激もらいましたし、もうすごい楽しかったですね、なんか空気が綺麗でした、あの日とっても、いやいや、まあでもね、僕も そんなにねこう何回もね見に行ってないけど、 そこで初めて大橋さんの音楽を聞いたんですよ。だから私、あ、聞いたのはそうだ、まあ、サウンドクラウドで聞いてたけど、まあね、おはさんのそのやってる姿、初めて見たんですよ、ね、
か意外とやるなみたいなことを言われたような。もうすごい謎やったんですよね、それまで。まあ、未だに多分謎やと思う。だんだん分かってきましたね。え、本当に、はい、まあ、あの、その時にね、まあ、すごい、あの、良かったんで、で、まあ、ちょうど冬というか12月やったんで、まあ、あの、次は、あの、春になったらやりましょうっていうことで、うん、ちょうど、あともう、この今月の12日の日曜日にまたこのビヨンスリーワールドという、春バージョンとして、はい、あのやりますので、よかったらぜひ、よかったらぜひ、ギャラリーカフェ竹野さんっていうとこで。何時からでしたかね。午後3時から午後3時からはい、はい、やります。2時間ほどですよね。2時間ほど。前回はね、そのちょっとそれぞれ、はい、まあソロでやって最後に3人で、うん、まあ、それこそそのセッションじゃないけどっていうことでやろうと思って、まだあまりちょっとこう時間がなくて、うん、5分ぐらいで5分もなかったぐらいなんかもう、それをもうちょっと今回はね、うん、長くやってみたいなって言ってたり、ね、なんか他にも組み合わせまたなんかできるかなとか考えつつ、ね、はい、考えながらちょっと、まあ忙しいまだ何もできてないけどまた前と同じような感じなるのかな。山崎さんお家遠いですもんね、うん、遠いからね。丹後、丹後、京都のね、丹後って、ね、あの天の橋立てとかあっちのから家をこうわざわざ奈良の都へ出てきていただく、うん、ねえ、そうそうそう、まあ山崎君はでもすごい、すごいよね、うん、すごいよねって言ったら、ね、あの、もう本当いろいろ活躍されてますもん ね。山崎くんも、はい、あの大学出てからもう僕ほとんど会ってなくてね。あ、そうなんですね。でたまたまあの、はい、この近くの安らぎの道沿いにあるローソンでバッテリーやって、はい、でそこからまたこう、その時にあのサンプル、はい、サンプルカフェの2階のとこでライブやるからって言って、はい、そこちょこ奈良に来てて、うんうんうん、でそこからまたこうつながったんですね。またこう10年ぶりぐらいになって、そうだから、 それも本当偶然、もうそんなとこですごいですね。なんでそんなとこで会うねんで、ローソンが最京都の田んぼから、ほんまや。なんかだからそういうね、本当あれがなかったら多分当然一緒にやね、会ってないですもんね。やってることもなかったかもわからない。ね、まあね、あ、でも一回情報館でのライブ、うん、ああ今見に行ったね、うん。見に行きましたね。うん、すごい良かった。そうなんです。うん、まあすごい、あのクラシックギターとまあその電子音楽をこう、うん、まあ混ぜてすごい本当ね、なかなか。うん、いいですね。いい空気ですよね。うん、いい空気で、ねえ、かなり僕もこう刺激されて、本当久々やったんで、もうまたなんか、私も同じことやりたいな、うん、ピアノで同じことやりたいなと思ったんですけど、うん、あね、できません、わかりません、誰か教えてください、誰か機材貸してください、あという状態のまんまです ね。結局山崎さん教えてください言ってたけど、そうそうね、なんやかんやこれもう30分経過したけど、経過したんですね。あ、なんかそろそろなんかやりましょうか。え、いいですか、あれも、いや、いい別にあの、はい、もうちょっとねちょっとこれを聞きたいんだけど、はい、お互いの共通点、共通点、はい、まあ、共通点というか、うん、僕はですね、あの、まあ、この今ギターもそうなんですけど、うんうん、まあ、中学ちょうどね2年生ぐらいから、あの、まあ、中学校の頃っていうのはもうバンドブームっていうのが全盛の時でね、あの本当にもうあの音楽番組とかもそうですけども、バンド
がすごいいっぱいで、でその中でもあの、まあ、ボーイっていうバンドが、あのボーイはかっこよかったですね、まあ、ね、はい、まあ、有名だと思うんですけども、うん、でそのボー、まあ、僕が、まあ、知った時にはもうそのボーイっていうバンドは解散してたんですけど、うん、で中学の頃になってもうその、ボーカルのね氷室さんとか、うん、ギターの布袋さんとかさん、ね、うん、っていうのもソロであのアルバムとかね出して、はい、されてたん で僕はあのその、中学 の、 あのすごく仲良くしてた友達が布袋さんのファンで、あのラジオをやってたの NHK の、毎週木曜日かなんか9時から、ね、ミュージックスクエアっていう布袋、うん、さんが DJ で1時間で、その布袋さんがその ルーツというか、まあ、そのいろんな音楽を流す番組やって、で初めてあのライブを見に行って、すごい、もうそのライブ高校の時やね、うん、ったの、それからもうすごい、もうあの本当もうなんかもう布袋さんのライブかっこいいですよね惚れちゃいますよね。そうそう、であのもうずっと毎そのツアーごとにも毎年1年に1回あるから、まあ、ずっともう30何回ぐらい行ってると思うんですけども、そんなに行ってはるんですね。私まだ1回しか行ったことないな、いいな。でね、はい、そのここからなんだけど、はい、あの、3、4年ぐらい前に、はい、東大寺に、あ、来られてましたよね、布袋さんが、うん、大仏殿の前でライブをされて、うん、で僕それ見に行ってたんやけども、うん、あ、その時私は塀の外で格子の間を見て、まあね、見てたんです。外やから聞こえるからね、聞こえる、全然ね、そのそれで、そんな時 見てたんっていう話をして、でそれが共通で、なんでそんなの見に行ってたんっていうね、聞いたら、いや、なんでしたっけ何やったかな、お兄ちゃんが何やったっけ、あ、あるっていうの聞いてて、でもチケット取れなかったんやったかな、なんか忘れちゃいました何やったかな、外からでも聞こえるかなとか言ってお散歩がてら、うん、あ、何やったか忘れましたけど、でも布袋さんは聞いてるのは、そのお兄ちゃんが聞いてた影響とかやったっけ。布袋さん聞いてたのはお兄ちゃんも聞いてましたね。そうですね、うん、やっぱり、うん、お兄ちゃん結構布袋さんとか、うん、あのあギターの上手い人とか、あの先生、私もね名前出てこないんですけど、うん、あの、まあ、ラルクとか、まあ、まあちょうどその時代の、ね、うん、あのバンドの音楽を聴いてたから一緒に私も聴いてて、うん、かちょっと私の好みもちょっと男の方に走るんですけど、うん、うん、そう、それがすごいあの意外やって、うん、まあ、僕はもう布袋さんがずっと好きなんで、あのそうそう、あのえーっていう話をちょっとしてたのを、まあ、思い出して、うん、話のネタにネタがないときにこれネタ帳やけど全然あの見ないでください、何書いてんのかな、そうそうそう、それなんやろと思ってで、まあ話もずっとしててこれまああれか、じゃあ、今日の、まあ、はい、テーマをね、テーマ、はい、毎回あるテーマに基づいてってあれなんで、あのお店のテーマソングを作ってみようっていうことで、はい、うんうんうん、で別にあのどっかからのお店から依頼があったとかじゃないねんけども勝手に作っちゃえっていう、ちょうどね、はい、あのまあこれちょっとあまり言えないけども、なんかあのまあ依頼というわけじゃないけど、あの作ってくださいっていうような話が、まあ、あったというか、で僕はあの大学の時にその音楽一応勉強してたんですけどもう全く楽譜とか全然読むすらもちょっとなんかもう全然あれなんですけど、書くのが全然できなくなってしまったとか、もともとそんなちっちゃい子からねピアノもやってたわけじゃないんで、でそれをちょっとあのお願いしたいね。どんな難しいあの曲が来るんかなと思って結構身構えてたんですけどすごいね可愛い曲やってね面白かったですね。そうなんです、
まあ、ちょっと それをあの、はい、どんな曲やったかっていうのを、あのちょっと歌いますね。ラララで歌います名前出せないですかねララ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 ラっていう、うん、これとパターン1パターン1と、はい、で、もうちょっとあのなんかリズミカルなやつでラン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 私結構これ好きやったんですけどねいけると思ったんですけど ねまああのちょっとこれはまあもうあのボツになっちゃったんで今これ聞いていただいてる方これからなんかコマーシャルに、はい、コマーシャルであのうちのお店ちょっと作ってよっていうのあのもしございましたらぜひともぜひということでなんかじゃあせっかくやから、はい、即興でなんか作りましょうか。言葉がいりますかねやっぱり言葉がいるよね。ねえ、まあ奈良奈良といえば奈良といえば、奈良漬 け。これはちょっとさっき打ち合わせちょこっとだけですけど、どんなんやろさっきのさっきのなんかもうこれが離れないですねそれこれはあじゃあこれちょっととりあえずこれはい来ましたこっちは鳴ってますか鳴ってますか鳴ってると思うけどねうんうん音ちっちゃいなヘッドホン持っていきましょうかちょっとあれでヘッドホンでゲストを使うなんて聞こえてる？あ、ええ感じです。うんうん。めっちゃタイムラグある。あ、そうそう、タイムラグがあるから。すごいタイムラグ。モニターができるね。うん、でもいけますよ。これは C。C ですね。これはもういいか あ、一個ちょっとえあ、じゃあのあ、その一個目の方のちょっと近い感じで、うん、え、ラララーラ近い感じこれ奈良を愛している。なんかどっかで聞いたことあるそう、ちょっとなんかコマーシャルって言うとなんかこうみんなの聞いたことあるメロディーを入れたくなっちゃうんですよね、うんうん、あ、じゃああの、はい、この間
この間やったやつ。やったやつ。作ってくれたやつ。あ、この間作ったのが、私。あ、わかったわかった。ララ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 ラ。いやでもなんか雰囲気はなんかね、なんか掴んでるでしょとか言って、うん、ね、お店の名前がね、うん、あれなんで、ね、出せないのがね残念なんですけど、まあなんかこんな感じこんな感じでってどんな感じな なんかコードだけまず決めていきます。こう、あ、そうやね、うん、何だいたい A、何がでも C の方がいいですか。何でもいけますよ。あ、それあとキャッチコピーとか考えます。キャッチコピー、うん、言葉考えます。今からもういいか。メロディーだけ考えます。そうやなぁ。こりゃこりゃちょっとあれやな。こりゃこりゃこれはこりゃこれちょっと次回の課題ということで。マジですか。難しいなぁ。なんか思いつきそうですか、大橋さん。いや、あのね。で、家ではできてたのよ、はい。あ、できてたんですか。奈良漬けの歌。うん、あ、柿の葉寿司。あ、柿の葉寿司ね、いいですね。あ、めくるめく時代とともに奈良の香りがなんたらやったかな、なんか。まあ、めくるめくっていうのは、うん、柿の葉寿司を、柿の葉をめくるっていう、っていうのとちょっとかけたんですけど、いいですね、うん。これはあの別に言ってもいいね、あの、柿の葉寿司といえばね、いろいろ、はい、あのもう老舗のお店ばっかりやっていっぱいありますもんね、はい。まあ、そんな中でも、まあ、はい、あのすごく仲良くさせてもらってる、はい、平蔵の平井さんに、はい、まあ、これちょっと冗談でね、はい、あの、あ、じゃあ僕テーマソング作るよって言っててうんうん、うん、まだそれ平井さんに聞いてもらったことないんだけど、うんうん、まあ、あのちょっとほんまに作って、いいですね、はい。でそのメイクルメイクルっていうところだっけ。メイクルメイク時代と、うん、書かなかな。メイクシーメイク時代とと、もう A マイナー、なんかこの終わり方はあれですね。こないだのあれですね。ピアノの音はね、モニターを、モニター私が強く弾けばいいんちゃいますか。この音をもうちょっと大きくできる。あ、それぐらい。あ、C に戻って Am
か軽快なやつやりたかったんか。あ、軽快なやりたかったですね。あ、めくるめくやったらあれですね。しっとりなりそうですね、やっぱり、ね、いや、これはまあしっとり、うん、じゃやっぱ奈良漬けで奈良漬けガンガンいきますか。奈良漬けで、うん、でもそれかめくるめく完成させちゃいます。いや、もうまたこれ、またこれ今度の課題。これ聞いた、あ、これ聞いたよな。どれですか。うんうん、タラララン、タラララン、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 これ、奈良漬け、奈良漬け、おいしい、食べよ。奈良漬け、おいしい、食べよ。おはし奈良漬け。ラン、ラン、ラン。あ、できたね。まあちょっと歌詞とかは最後の歌詞は皆さん、はい、あの募集中で。あ、そこに店名入れたらいいんですよね。そう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 だ、そうだ、だからおなんとか奈良漬けなな、なんとか奈良漬けたたあ、奈良漬けおいしい食べよ、奈良漬けおいしい食べよ、ララ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 ラ、おはし奈良漬け屋さん。できましたね。緊張する。じゃあ、まあ、またあの、はい、次回の回。と言いながらもうあと10分ぐらい、ね、あと10分だけですよ。先週とは偉いほんまですか。ほんまですか。短いですね、1時間なんか、ね、あっという間でしたね。あれ、あれ歌いますどれよ。あ、あれですか。だ、大丈夫歌えるかな。はい、あのかすってても音程違っててもお許しを。はい、私弾くんか。タイトルをじゃあ、あ、はい、じゃあさっきも流してくださってた曲ですが、湯の花に月を見る、はい、おはさんとのコラボバージョンで、はい、お送りしましょう。はい、違うな。え、違う、どうなんだ。日は昇り落ちてく、
月はまた満ちてく星光流れて私願う愛海を飛び越え笑顔流されてく雲に似たその心よ舞い上がれあなたのもとへ今ね感想やったね。あれ感想やった。終わらせた。終わっちゃった。いいや。おかしいなと思って。ちょっとね私がね歌いすぎたんやと思います。うん、いやなんかあれって思って。もう一回戻るかなと思って、うんうん、ちょっと歌ってた、ね。もう一回サビが入る。一応コラーと手をつなぐことになるんですけどね、うん、あの今まではちょっとこう手伸ばしてこう追っかけてたのが最後に手つなぐんですけど、うんうんうん、手つなげずに追いちゃったやっちゃったやっちゃったじゃあまた、また今度はい、そうですね今度これ、もうしゃべって歌っても喉ガラガラなんですみません、こんな歌でいやこれね、うん、こないだね、ついこないだあ、そうそう無理やり呼んでね、来てもらってお花火でデュエットさせてもらってそうそうあでも楽しかったですね大葉さんの歌聞いたのもその時初めてやったんですけど、ね、あの柔らかい歌声にびっくりしましたはい、いやいやもう素敵な歌声にじゃもう一回って、もう一回ってちょっと、あいや、あと5分ぐらいあと5分ですよ何あ、じゃあ、はい、ちょっと告知をじゃあそうだそうだそうだ、告知はい CD を流してるのあ、まだ流してない、そうですね、ちょうどね昨日先週末に、はい、あの4月28日に、今組んでる女性ボーカルの山中美里ちゃんと、はい、今私の2人で組んでるユニットくくりっていうユニットがあるんですけど、はい、ちょうど28日であの結成というか、まあ、お披露目1周年やったんですけど、うん、その日にそのくくりのファーストアルバム、はい、ファーストアルバムがなんと発売になりました。なんとか間に合いました。ありがとうございます。なんかすごいね、もう、はい、朝まで朝そうですね、連日朝まで、ね、はい、ミックスはい、やってました。すごいね。ぜひ、はい、これはどこで聞けるんですか。これはまたホームページとかで、あ、そうですね、またホームページの、 あの発売コーナーが準備できてないんですけど、まあ、あのね、メールもらえたら、はい、はい、あのホームページの方からメールいただいたり、はい、それは坂木原明子の方でもいいですし、くくりの方でしたら、くくりって、あの、綴りは QUOPQ の QURI RI、はい、あ、くくりがその続きで、で、ハイフンの、はい、美里とあっこのあれで MA で、ドット、ジムド、あ、ジムドっていう、うん、JIMDO で調べてもらったら、はい、ホームページが出てくるので、はい、そっちのくくりのホームページか、私のホームページから注文メールしていただいて、注文していただくか、
あの奈良ではドリンクドランクっていうカフェか、はい、スロートっていうあのレコードショップでも、はい、置いてるってことですね。はい、今日から発売になりましたので、はいはい、ぜひぜひぜひということで、じゃあ、 あこれ流しちゃいましたけど、いきなり流しましたけど、これが1曲目のビスケットっていう曲です。はい、ということでね、エンディングを迎えますね。迎えますけど、はい、こんな感じでよかったんですか。いやもうね、全然いけるね、はい、いけます、まだいけますね。もう歌えるのではないけど全然いけますね。ということで、はい、もう準レギュラーってことでよろしくお願いします。3人で、3人で、はい、おはさみで、じゃあサポートで、はい、そんなことそんなことで、まあ、来週のゲストの方も一応決まってまして、来週はどなたが、はい、某写真家の方、はい、お友達。お友達、奈良の方ですか。まあ、奈良によく来てる。私はいや、もう絶対わかる。あ、絶対わかる。シカ、シカさん。わかった。わかっちゃった。で、その次も決まってるんですけどね。はい。はい、いや、楽しみですね。毎週。ね、面白い人もね、はい、奈良にもたくさんいますので、まだまだこれから。もうほんとこれからなんで、作っていけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、はい、ディアーズ奈良チャンネル水曜の夜9時、リオンワールド、本日のスペシャルゲスト榊原明子さんでした。ありがとうございました。じゃあまた来週。また来週。じゃあ私は違う。またいつか、はい、また水曜9時よろしく。はい、ありがとうございます。Thank you.